航空自衛隊へ、普通戦闘機のキャノピーが高度7000メートルで飛んだ事故が起きたのをキャッチしました。今回は、キャノピーが飛んだ、その原因と、その時の模様を詳しく見ていきますね。キャノピーが山間部に落ちたので、被害はなかったが、事故はやはり危険。パイロットも機体も無事で何よりです。風圧に耐えるパイロットもすごいね。任務に従事していた機体であり、離陸後約5分後にこのトラブルが発生した模様だ。事故が発生した12時50分頃には、この F2 戦闘機は築城基地かおよそ 35km ほど離れた福岡県の朝倉市東部の山岳部上空を飛行中であり、その時点での飛行高度はおよそ 7000m ほどだったとされている。飛行中の幸いであったのは、この F2 戦闘機のパイロットには、事故による直接の怪我等は生じていなかったという点であり、パイロットは自力で飛行を続け、午後1時頃に、なんとか、築城基地に無事帰還を果たしたという。ただし、今回落下した F2 戦闘機のキャノピーは、縦約150cm、横約90cm、重量が約 90kg ほども大きさがあるため、航空自衛隊では落下したと思しき山岳地帯での現物の回収を目指し捜索を続けている。 F2 戦闘機のキャノピーはパイロットが周囲を確認できるように全体が透明なアクリルガラスで製造されており、周囲はアルミニウム製の縁で覆われているが、今回は約 480g 相当の緊急脱出用のはしごも同時に落下したという。現在までのところ、このキャノピーや緊急脱出用のはしごが落下したのが山中であることもあり、何らかの被害を及ぼしている可能性も低いようだが、重量が約 90kg もあることを考えれば、市街地ならば大きな事故につながった可能性もある。軍用機とは、現 F2 戦闘機も機械である以上、完全な事故ゼロという状況を作り出すことは、無論困難だろうが、今回は、特に落下した、キャノピーや緊急脱出用のはしごの総重量が大きかったため、事故原因の検証が、正確に行われることが望まれる。今回の F2 戦闘機の事故の報道を受けて、一部には、人為的に誤って、緊急脱出装置を操作した可能性や、機械的に緊急脱出装置が誤作動を起こした可能性も指摘されているが、おおむね、こうした意見は少数派だと言える。最も多い事故理由の想定は、事故を引き起こした F2 戦闘機の機体に対する何らかの整備不良があったのではないかとの説であり、キャノピー部分の機体への取り付けに、不備があったのではないかと見る説だろう。これに付随して多いのが、今回の F2 戦闘機に乗り込んだパイロットが、キャノピーを正常な状態に閉鎖せずに飛行を行ったのではないかとの意見であり、前述の整備不良との複合的なトラブルだった可能性もありそうだ。いずれにせよ、事故原因は一つではなく、整備不良や部品の劣化、何らかの人為的ミス等が重なった末の出来事かもしれないが、こうした事態、状態を航空自衛隊に引き起こさせる根本には、スクランブル発進の絶対数の増加が横たわっている。
航空自衛隊においては、1958年から、こうした日本の領空を侵犯する恐れのある外国籍機に対するスクランブル発進を任務として言っているが、近年は、特に、その頻度が増加し、2016年度に1168回、2018年度に999回を数えている。航空自衛隊が、スクランブル発進を任務として行うことになったのは、当時は、米ソの冷戦の真っ最中であり、日本にとっても最大の仮想敵国であった旧ソ連の軍用機に対する領空侵犯への予防措置として開始されたものだといえる。そうした米ソ冷戦構造が旧ソ連の崩壊で1990年代に終わりを迎えると代わって台頭してきたのが自国の経済発展を背景に急速に軍事力を強化し進出を強めてきた中国であり、現在のスクランブル発進の最大の対象となっている。今年2021年の6月までの半年に、どのくらいの数のスクランブル発進が行われたのかを防衛省は発表しているが、総回数は390回であり、その内訳は、中国軍機に対して281回、ロシア軍機に対して102回、その他7回となっている。ちなみに、ここ直近の2年がどうかといえば、2019年度は全体で947回で、そのうちの675回が対中国軍機、2020年度は全体で725回で、そのうちの458回が対中国軍機となっており、全体の6割から7割を占める状態が続いている。さらに言えば、2020年度は、2019年度よりも全体数も、他、未中国軍機への数も、絶対数が減少しているように一見すると感じられるが、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、航空自衛隊側が、スクランブル発進の対象を絞ったことの影響が大きい。そのため、防衛省サイドでも、新型コロナウイルスの蔓延による、中国軍機の活動の停滞は少ないと見ており、事実今年2021年は、このままの傾向で推移すれば、中国軍機に対するスクランブル発進は、軽く年500回を超えていき、恐れがある。こうした傾向は、中国が革新的利益と呼び、その統一は必須だとしている台湾に対しても同様であり、特に、この2021年、10月4日には、1日で過去最大の56機もの中国軍機が台湾の防空識別圏内への侵入を強行したことも記憶に新しい。これは10月2日から3日にかけて、日本、アメリカ、イギリス、オランダ、カナダ、ニュージーランドの6カ国の合同軍事演習が沖縄沖の空海域で、17隻もの水上戦闘艦が参加して行われたことへの牽制だとも指摘された。その後、中国は急速にこの傾向を弱め、いたずらな台湾への挑発行為は、ここのところは控えるようになったとも言われるが、これが政策の転換なのか一時的なものなのかは、多くの専門家によっても意見が分かれる状態にあるようだ。いずれにせよ台湾も、2020年から、こうした中国軍機による頻繁な防空識別圏内への侵入を受け、当初は保有する戦闘機によるスクランブル発進で対応していたが、あまりの頻度の多さに、日本同様に、スクランブル発進の対象を絞る対応に切り替えている。台湾側では、戦闘機によるスクランブル発進を行わない場合でも、地対空ミサイルによる中国軍機の追尾を行っていると公表して、自国の防空体制の堅持を国際的に主張していたが、戦闘機や人的リソースがキャパシティを超えていたことは明白だった。日本に対する中国軍機の活動も、このように、台湾同様に、戦闘機やパイロットのの疲弊を意図した戦略的な行動であるのかは断定できないが、
今回の F2 戦闘機の事故の報道を見るにつけ、あながち的外れな指摘とも言えないように思える。日本の航空自衛隊では、2021年現在、こうしたスクランブル発進に対応しているのは、今回の F2 戦闘機と F15 自衛、イーグル戦闘機の2機種だが、いずれも、調達から長期間が経過しており、今後も、ますますメンテナンスには留意すべき事態が続くのだろう。尖閣諸島をはじめとする周辺海域での活動に船舶を含め疲弊が心配される海上保安庁と同様に航空自衛隊の置かれた厳しい状況には大きな同情の念を禁じ得ないというのが個人的な偽らざる心境である。